はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めるプランクということで、動くプランクを3種類紹介します。この3種類ね、各10回3種目やりますんで、約30秒で終わります。なので皆さんね、誰でもできますんで、やってみてもらえたらと思います。まずプランクをする際に意識すべき点があります。これは脊柱に効かすのか腹筋に効かすのかっていうところがあります。やってみます。はい、まずですね、一般的なプランク、肘をついて体を持ち上げて止まっておく。これはですね、お尻が少し高くなっているので脊柱に効きます。なので慣れている人は、こんなん1分ぐらい余裕だよとかね、これ腹効かないよっていう人も多いと思います。この場合はお腹が伸びた状態で脊柱が縮まった状態ですので脊柱に効きます。なのでお腹に効かす場合っていうのは、お腹を締めて体を上げる、要するに腰を上げてお腹を締めたまま腰が上がりすぎないように下げてキープ。これでお腹を締めた状態でのキープになりますんで、こうやってやるとお腹の引っ込め効果があります。お腹にしっかり効きます。なのでこれを踏まえた上で今から3種目やっていきましょう。ではいきます。まずはですね、腰を丸めて上げた状態で歩く感じで、右手と左足を上げる。今度は左手と右足を上げる、歩く感じです。これを10回まずやります。で、今度は右手と右足を上げる、左手と左足を上げるっていう感じで10回、最後は腰を丸めた状態で上下に体を動かします。この3種目今からやっていきますんで、30秒頑張っていきましょう。ではいきます。スタート。1、2、3、4、腰をしっかり丸めてください。5、6、7、8、9、10。はい、今度は両方手足一緒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度腰の上げ下げ、最後1、2、お腹をしっかり締めて3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れでした。たったの30秒、まあいわゆる30回なんですけども、意外と効きますよね。もうしっかり腰を丸めてお腹を締めとく、この状態でプランクです。止まっとくプランクはね、正直効きません。なんでかっていうと、脊柱に効きやすいんで、お腹がね、しっかり締まっている人、あとは腹筋をいっぱいやっている人は、腹筋もある程度こう縮まってるんで、脊柱も腹筋も効くと思うんですけども、腹筋あんまりしないで脊柱のね、プランクやってる人は、後ろにやっぱりこうギュッとこう効きやすいですから、より反り腰になったりすることもありますし、よりね、姿勢がね、崩れてしまう場合があります。なのでプランクね、腹筋を使うためにプランクしてる人多いと思うんですけども、基本脊柱起立筋に効きますから、とにかく腰を丸めてお腹を締めて、気持ち猫背になっとくぐらいの感じでキープしてください。今日頑張った方、よかったらグッドボタンとコメント待ってますんで、よかったら皆さんシェアとかもしてもらえるととても喜びます。ありがとうございます、励みになりますって感じで、感謝の気持ちいっぱいになりますんで、よかったらシェア、そして説明欄にもチャンネル登録のリンク貼ってますんで、よかったらポチッと押しといてください。で、あとですね、チャンネル登録の横に鈴があると思うんですけども、あの鈴をピッと押してもらったらね、タートル動画の押した瞬間にピローンっていきますんで、よかったらあの鈴のマークも押してもらえたらありがたいです。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.